まあ私の人生君は私以外全員私の介護に。彼と営みについて、前儀がありません。キスはあります。私は前儀はなくてもいいと思っているので、彼との営みに不満はありません。が、巷では前儀がない男はクズだと言われているようです。終わった後は窒息するぐらい抱きしめながら寝てくれます。確かに彼は俺様系です。私は愛されていないでしょうか。恋愛とかは一般論と特定論というふうに言うんですけど、一般的にはそうであっても、まあ、ここに書いてあるあなたは別にいいですよ。もう本当、まあね、不満はないって書いてあるわけですね。そうすると、あなたが不満を持ってないから彼もいいのかなというふうに思っているだけの話だと思いますよ。終わった後は窒息するぐらい抱きしめながら寝てくれますっていうことで、彼のこれは愛し方ですよ。だから一般的に愛してくれたらこうでしょうとか、例えば人によってはプロポーズの指輪はお給料の何ヶ月分とか、一般論はありますけど、男女関係は特定論ですからね。だからあなたと彼が良かったら何の問題もないでしょうし、まあね、もうちょっとあんなこともこんなこともしてほしいなって言ったら頼めばいいんだと思いますよ。で、多分あなたに問題がないっていうふうに思ってるので、彼も大丈夫なのかなと思ってるだけだと思いますね。あなたに不満がないからって言って一般論にね、合わすよりも、あなたと彼でルールを作っていくということが大事です。もう一般論があなたを幸せなんかしてくれませんから、もうぜひともチャレンジしていただきたいですよね。続きまして、ガリガリちゃん。な、ちょっと嫌な感じのペンネームですよね。まあ、喧嘩打てるんでしょうか。まあ。競争社会でうまく世渡りをする考え方を教えてほしいです。私は自分の損得を考えたり、人と駆け引きするのが苦手です。自分や組織の利益よりも目の前に困った人がいると、そっちを優先してしまいます。先日上司からお前は人のやりたがらない雑務ばかり引き受ける、そういうのはコストの低い人材に押し付けて自分がどんどん昇進できるように仕事をしてもらわないと雇用側にとってお前はコスパが悪いと言われましたと。でも私にとってはどんなコストの低い雑務も立派な仕事で、誰かが困っていた私のところに来ると追い返すことができません。つまりあなたはノーと言えないということなんですよね。よく良い人ほど早死にするなど、人よしは損をする、真面目な人ほど馬鹿を見るなという言葉がありますが、だからといって自分が誰かを踏み台にしたり我先に生きていくことがどうも苦手ですと。生きていく上で損得を考えることってそんなに大事でしょうか。どうでしょう、あなたは損得は考えないですかね。例えばですね、あなたは多分ノーということが嫌なので、あなたの考えの利益で生きていませんかね。だから多分ですね、まあ、私は私の考え方があり、まあ、会社にはいろんな考え方があるんだけれども、ちょっと頑固になって、私のやり方の方が正しくて、あいつらがちょっと間違ってるんじゃないの?ということを言われますけれども、正直ですね、多分、競争社会でうまく世渡りをする考え方を教えてほしいですって言うんだけど、あなたは多分うまく世渡りしたいですか?それはもう全然したくないんじゃないでしょうか。でもですね、どっかであなたは、こう、協調性というところに、ひょっとしてなんか問題がある、実は反逆児かもしれません。多分ですね、まあ、あなたのボスが言ってることをポジティブに取られるとですね、お前もそろそろ管理職のように、人を上手に使える方になったらどうなのですかって言ってるわけですね。ちなみにですね、私の話をするとですね、私は原稿とかいっぱい書いてますけど、口述筆記でライターさんに書いてもらってるんですね。でね、こういうパソコンとか iPad とかもそういうのは本当に苦手なんですよ。未だにキーボード打てないんですね。私はiPad でですね、こう、銀行の ATM みたいにあいうえお順でこう並んでる、あれをポチポチしながらでは打てるんですけど、
できないできないっていうふうに、まあ言うと、周りが酔ってたかってしょうがないわね、おじいちゃんって介護してくれるんですね。まあ私の人生君は、私以外全員私の介護に、まあこういうふうに、まあ思っているわけですね。まあその私を真似て、ローランドが似たようなことを言っているのは知ってるんだけど、あちょっとローランドにパクられたかなと思う。まあ私か私の介護人か、まあそれが私の人生君なんですけど、豚に餌を与えてどうすんのよ、もうどんどん過保護になっていってっていう風に言われちゃうんだけれども、なんていうのかな、あなたにはあなたのやってらっしゃるいい面はあると思うんですね、人を助けたいと。ただですね、ちょっと頑固な部分もないとは言わせませんよ。でどちらかというと、みんなをちょっとまあバカにしちゃうっていうところもありますよね。そうするとね、あなたと違う上司の言ってることっていうのは、なんかあなたの敵のように思っているかもしれませんが、上司の人っていうのは本当にあなたのために思っているかもしれない。その目線がちょっと大事かな。そうじゃないとですね、まああなたはあなたのやり方でこれを制度化するために周りのルールを全部変える。まあもちろんそれが必要な時もあります。またあなたのやりやすい職場に転職することができるかもしれませんけど、競争社会でうまく世渡りをする方法を教えてほしいとあなたは言われますけど、多分あなたはそんなことは全くしたくなくて、本当になんかちょっと自分のなんか苦手意識の部分、そこに関して、いやなんかねそう言われるんだけど、困った人がいたら放っておけないじゃないですかって言うと、みんな納得できるんじゃないかな。もうしょうがないな、お前はもう人のいい。で、だから、言ってることはあなたはいいんだけど、文章にちょっとファックユーがいっぱい入ってるので、そこはちょっと気になるかなと思いますね。こんにちは。今日は、心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時から、ニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座っていうのは、カウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼に何て言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ、無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして
一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。